こんにちは、シオンの群れ教会の吉川直美です。今日は19日のところですね。エゼキエル書6章1節から14節まで、心が奪われているものを手放しましょうと題されたところを皆さんと一緒に学んでまいります。エゼキエル書6章1節から14節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、それらに向かって予言して言え。イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷に向かってこう仰せられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらし、あなた方の高きところを打ち壊す。あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の香の台は砕かれる。私はあなた方のうちの刺し殺された者どもを、あなた方の偶像の前に投げ倒す。私はイスラエルの民の死体を彼らの偶像の前に置き、あなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに撒き散らす。あなた方がどこに住もうとも、町々は廃墟となり、高きところは荒らされる。あなた方の祭壇は廃墟となり、罪に定められる。あなた方の偶像が砕きに砕かれ、あなた方の香の台は切り倒され、あなた方のした技は消し去られ、刺し殺された者があなた方のうちに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。しかし私はあなた方のあるものを残しておく。私があなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせる。あなた方のうちの逃れた者たちは、虜になっていく国々で私を思い出そう。それは私から離れる彼らの会員の心と、偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだ。彼らが自分たちのあらゆる忌み嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるとき、彼らは私が主であること、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。神である主はこう仰せられる。あなたは手を叩き、足を踏み鳴らして、剣と飢饉と疫病とによって倒れるイスラエルの家の忌み嫌うべきすべての悪に対して、ああと叫べ。遠くにいる者は疫病で死に、近くにいる者は剣に倒れ、生き残ってとどめられている者は飢饉で死ぬ。彼らへの私の憤りは全うされる。彼らのうちの刺し殺された者が、彼らの偶像の間、その祭壇の周りや、すべての高い丘の上、山々のすべての頂、すべての青木の下や、すべての茂ったカシの木の下、彼らがすべての偶像になだめの香りを焚いたところに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私が彼らの上に手を伸ばし、すべて彼らの住むところ、荒野からリブラまで、その地を荒れ果てさせて荒廃した地とするとき、彼らは私が主であることを知ろう。これまでのところでは、主はエゼキエルにエルサレムとその住民に対して予言するように命じておりました。でもここからもっと広く山々に顔を向け、そのイスラエルの山々に向かって予言せよというふうにおっしゃっています。
山々に向かってというのはどういうことなんでしょうか。それはまあエルサレムだけでなく、ユダヤ全体に向かってということでもあると思いますし、またこの山々というところがですね、常にこう高きところと呼ばれる偶像礼拝の温床となっていたということが言えると思うんです。日本でもこう山岳信仰ってありますよね。高い山、何かこう特別な神様がこう感じられるような、そのような神々しい場所というふうに考える。そしてあの山にこう神社があったり祠があったりするわけですよね。イスラエルではもともとこうカナンの人々が自分の神々を拝んで高きところを築いていました。そこにイスラエルの民が定着するようになって、まあ、そこの場所を利用してイスラエルの神々を、神じゃないですね、イスラエルは神ですね、を礼拝するようになっていたわけです。しかし当然のことながら、そこでそのもともとの高きところで拝まれていたカナンのその農耕文化を主体とした文化の影響を受けるようになります。農耕文化というのは、まあ、日本も農耕文化ですけれども、やはりこう豊穣の神々に求めるんですね。豊作をもたらす神々、つまりそれはこう、まあ、生殖繁栄みたいなものを含んでいるわけです。ですからその信仰の中にはこう性的なこう象徴を含むものもあったりします。でそこでは忌むべき性的な儀式が行われていたり、神殿娼婦制度まで、そこで導入されるようになったりするんですね。イスラエルの民は、まあ、預言者のこういう偶像礼拝に対する厳しい警告にもかかわらず、高きところに近づいて偶像礼拝にふけって神様に、まあ、逆らうものとなってしまいました。またエルサレムに神殿ができてからは、そういう高きところではなくて、神殿礼拝や犠牲は神殿で捧げられるものというふうに定められたんですね。ところが王国が分裂したときに、イスラエルの北のこうヤロブアムという王様がエルサレム神殿に対抗して、ダンとベテルに高きところ祭壇を築くんですね。でそこがやがてその偶像礼拝の温床となっていきます。王たちがこう偶像礼拝するたびに、ヤロブアムの罪を彼も犯したと言われるのはそのせいなんですね。主を礼拝していると言いながら偶像礼拝に絡め取られていきました。もちろんユダヤの王たちの中には、高きところを取り除いてその偶像を破壊して、主に立ち返ろうとした王もいたんですけれども、でも完全に取り除くことができなかったんですね。それに対して厳しい警告が語られています。彼らの町は廃墟となり、高きところは打ち壊される、剣で殺され、死体はその高きところの偶像の前に並べられる。警告通りにやがてバビロンによってエルサレムは崩壊し、多くの民が命を落とします。町は荒らされ、財産を奪われ、民の指導者や技術者は捕囚としてバビロンの地に連れ去られていきます。しかし全てが滅ぼされるわけではなくて、残された民はその裁きの厳しさを通して、その裁きが、神様の裁きが正しいものであるということ、それを知り、自ら神だけが唯一の主であるということを知るようになるというんです。この主であることを知ろうという言葉が繰り返し出てきていますよね。さて私たちも神様から離れて他のものを頼りにした結果、痛い思いをする。そして初めて、ああ神様こそが本当にただ一人の主であったということを知るという経験をするのではないでしょうか。詩編の23編には、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですという言葉がありますよね。なぜ無知や杖が自分の慰めだなどと言えるのか、こう考えてみると不思議ですよね。私たちは信仰を持った当初は、
まだまだこの偶像の神々とか自分がこう持っていた価値観とこう主なる神様を混同してしまうことがあります。イスラエルの民が異教のカナンの地の神々から影響を受けてしまったように、私たちも神様が支配してくださる前の価値観や幸福感、そういうものに影響を受けていて、物質的に幸福にしてくださる神様、自分にとって都合の良い神様こそが愛の神だと思ってしまうことがあるのではないでしょうか。安穏と生活しているときにはそれでもいいんですけれども、そしてまたこう神様に相談せずに自分の好きなようにしてしまう、あるいは他のものの力を借りて自分の都合の良いように人生を進めていこうとする。ところが危機的な状況になって、他のものの力がいかに頼れないものかということを思い知らされます。そして痛い目に遭うと、当初はこれは罰なんだというふうに神様を恨んだりします。でもやがて痛い思いをしなければ、自分がどれほど神様から離れて何の当てにもならないものを拝んでいたのか、頼みにしていたのかがわからなかったということを気がつくのではないでしょうか。神様を礼拝しているつもりで他のものを拝んでいた、この危機は死を知るためのものであったということを気づくのです。主のもとに立ち返ってその愛に触れると、死から離れてしまうくらいだったらば、まあ痛い思いをしたとしても仕方がない、主よどうかまた痛い思いをしたとしても、私があなたから迷い出て他のものを求めてしまうのであったらば、どうぞあなたの無知と杖で私を導いてくださいと思うようになるのではないかなと思うんです。私たちにとって死を知ること以上の幸いはないからです。物質的なものやさまざまなこう自分の名誉であるとか人に認められるとか、そういったことに心を奪われてしまっていないでしょうか。そういう私であったとしても、神様はいつも私たちを、まあ、時には厳しい言葉を持って導いてくださり、主のもとに立ち返るようにとしてくださるんですね。イスラエルの民はここまで追い込まれないと主のもとに立ち返ることができないほど、いえ立ち返れないほど他のものに心を奪われてしまっていましたね。私たちもそうなる前に主のもとに立ち返るものでありたいと思います。でももし神様から離れてしまったゆえに辛い思いをしていたとしても、それが主を知り主との親しい関係を回復するためのものであるということを信頼していきましょう。主がどのような方であるか親しく知って、親しいその交わりを回復することこそ私たちの生きる目的なのですから、お祈りいたします。主よ、私たちの心の内にあなた以外のものを慕い求める、他のものに舵を置いてしまうものがあるかどうか、どうぞ探ってください。私たちには自分でも分からずに他のものを神にしてしまう、そのような心があります。どうか探ってくださって取り除いてくださいま。あなたが取り除くために無知と杖を振るわれるときに、それは私たちを愛してくださる羊飼いの愛の杖であるということを信頼いたします。私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。